引退したエグザイルの元パフォーマー黒木啓司さんの妻で実業家の宮崎うらら果てさんが23日自身のインスタグラムのストーリーズで引っ越しが完了したことを報告した。黒木さんは16日の投稿で明日は引っ越しと綴り17日に新居に引っ越すことを報告。その後新居に関する投稿はなかったが宮崎さんがストーリーズの質問で引っ越しの状況について明かした。キッズもベイビーも寝てケージパパはジムへ一人時間と綴り寝室の一部を公開した宮崎さん。これを機に収納や整理を徹底的に見直ししたくて収納アドバイザーにお願いすることにもしたよと告白。宮崎さんは先月7日に第3子となる男児を出産したばかり。